よくね、風邪ひいた時におかゆ食べるでしょ。イタリア人はそのおかゆがこういう感じらしいんですよ。まずニンニクを炒めるところからスタート。茹で時間が12分ですけど、11分ぐらいで揚げます。ここにゆで汁を入れて、さらにチーズをね、チーズをたっぷり入れますな。これで少し煮詰めてソースにします。あとはパスタを混ぜるだけですね。こしょうたっぷり。追いチーズ、追いコショウで仕上げました。極めてシンプルなスパゲッティですね。これはパンチェッタとか黒コショウ入れましたけど、風邪ひいた時に食べるおかゆみたいなパスタはチーズとパスタだけとかね。それにちょっとオリーブオイル加えたりもしますけど、そういう感じらしいんですよね。まあいわばそのおふくろの味的なね、風邪ひいたらこれ食えみたいな、そういうパスタ。